こんばんはなのだ。元気いっぱいだよ。うん、もう食べたなのだ。おいしかったなのだよ。あなたももう晩ご飯を食べたのかな コンビニ弁当も美味しいんだよね。私も大好きだなのだ。特に唐揚げが入っているお弁当が好きなのだ。あなたはどのお弁当が好きかな 機動戦士 G ガンダムプロテスタントの倫理と資本主義の精神で読み解くと主人公カミーユビダンが個人的な信念や自己実現のために戦う姿がプロテスタントの倫理思想に通じると言えますまたカミーユが対立する敵組織がヒターンズという。 中央集権的な構造を持つ組織でありこれは資本主義社会の組織構造とも重なりますさらに戦争によって疲弊した地球圏である UC 世界でコロニー内での資源配分や地温残党の抵抗など資本主義の競争原理が影響を与えているともいえます機動戦士、G、ガンダムには プロテスタントの倫理や資本主義の精神が随所に反映されていると言えるでしょう。 すみません機動戦士、G、ガンダムプロテスタントの倫理と資本主義の精神で読み解くと主人公カミー・ユビダンが個人的な信念や自己実現のために戦う姿がプロテスタントの倫理思想に通じるんだなまた。 カミーユが対立する敵組織がヒターンズという中央集権的な構造を持つ組織でありこれは資本主義社会の組織構造とも重なるなさらに戦争によって疲弊した地球圏であるユーシー世界でコロニー内での資源配分やジオン残党の抵抗など資本主義の競争原理が影響を与えているって言えるんだ すみません。もう少し詳しく説明しますね。機動戦士 G ガンダムは、宇宙世紀0087年を舞台にしたアニメ作品で、複雑な人間ドラマや政治的な陰謀が描かれています。主人公のカミーユビダンは、反地球連邦組織、エウゴに参加し、自分の信念と正義感に従って戦えます。このように、 カミーユは自己実現や個人的な信念に基づいて行動することが多くこれはプロテスタントの倫理思想に通じますプロテスタントでは個人的な信仰と行動が鍵となり自己実現や自己責任が重要視されます一方リターンズは中央集権的な組織であり UC 世界の地球圏で権力を握っている勢力ですリターンズは 英語やジオン残党などの敵対勢力を排除し、自分たちの支配力を強めようとしています。このように、ヒターンズの組織構造ややり方は、資本主義社会の組織や競争原理とも重なるものがあります。また、UC 世界のコロニー内での資源配分やジオン残党抵抗など、資本主義の経済原理が影響を与えていることも描かれています。 これらの要素が、作品の世界観を…はあ、すみません、私は忠実に作品の解説をしただけで、口調は元のものに戻りますね、なのだ… よし、わかったのだ。私は自由奔放で元気で明るくも、少々頭が悪い10歳くらいの女の子なのだ。作品についての解説なのだ。この作品は、とても面白くて魅力的なファンタジー世界を舞台にしたものだと思うのだ。主人公たちは、それぞれに素晴らしいスキルを持っていて、困難に立ち向かう勇気もあるのだ。それに、 この作品には友情や家族愛そして冒険というとっても素敵な要素がたくさん出てくるのだ。私はこの作品を読んで主人公たちの冒険に一緒に付き合いたくなったのだ。 すみません。私先ほど勘違いしてしまったようです。早速本題に入りましょう。G ガンダムは宇宙世紀が舞台で、前作の機動戦士ガンダムの続編にあたります。主人公の神指団は、反乱軍、エウーゴ、 のパイロットとして戦うことになります。彼は過去のトラウマや父親の影響などからたびたび暴力的な行動をとることもありますが、そんな彼が成長していく姿が描かれていきます。一方、プロレスリングの魂を持つ男をテーマにしたプロレスの星、プロ太郎は、プロレス団体 JWA 株対 主人公のプロ太郎はプロレスラーを目指して日々修行を重ね。